裏レポ音声レポート裏ラジです。裏レツは今週末土曜日に宿敵鹿島アントラーズをホーム埼玉スタジアムに迎えての一戦を控えています。今日も河合貴子さんに聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。土曜日に鹿島戦を控えてますけども、その前にちょっと木曜日にメディア公開のトレーニングがありましたけど、こちらの選手たちの雰囲気はどうだったでしょうかね。あのね、はい、試合前前日で、はい、こうもっと戦術的な練習をするのかなとかって、うん、ちょっと期待をしていったんですけれども、はい、やっぱりね、リカルド監督したたかですねメディア公開の時にはそういう部分は、はい、こう戦術的にこんな風にやってこういう選手がっていうようなね、はい、分かるようなことは見せませんで、なるほど、見せてくれないですね軽めの調整だったね本当に軽めのもうリカバリーっていうような意味合いで、はい、試合の4日前、3日前にすごいいっぱいこう追い込むような戦術的な練習をやったので、はいうんはい、報道陣に公開した公開日は、こうリカバーをメインにしましたっていうような感じのことを、はい、Zoom の記者会見でもおっしゃってましたけど、はいはい、ですからね、あ、この選手とこの選手の組み合わせがどうなのかなとか、はい、この選手のコンディションどうなのかなとか、うん、この課題としているね、はい、攻撃面の停滞しているところを打破するために、はい、結構その練習で組み合わせっていう部分に重点を置いて、はい、戦術的なね、うん、バリエーションとか、はい、ポジショニング、押し込んだところのポジショニングとかっていうのを、うん、やったみたいなんですけれども、なるほど、内容はちょっと見れない見れないですまあその 軽めの中でも選手たちでなんかこの選手はちょっと怪我してそうだなみたいのはありましたか。ちょうど金子選手が、はい、もう本当に野崎、はい、フィジカルトレーナーさんと一緒に歩いてる姿を見たら、はい、どっか痛めたのかなっていう、なるほど、うんうん、もう完璧に別メニューでしたね。ウェバーカップも出てなかったですもんね、金子選手ね。そうですよ、うん、阿部選手も別メニューでした。別メニュー、うん、後の選手は大丈夫。後の選手は私トーマス・デン選手ね、はい、ウェバーカップで来ると思ったんですけれども ね、うん、ねベンチにも入ってなかったって、ね、どういうことなんだろうってもうクレストンマークがいっぱいついてるんですけれども、なかなかトーマス・デン選手の復帰がないですもんね。ないですね、うん、でもそういった中で西選手が復帰してきたっていうのは大きいですよね、はい、ね、古巣の鹿島戦の前にね、復帰して鹿島戦もちろん出るでしょうからね。出るでしょう、うん、今日のズームのリカルド監督の会見でも、はい、こう彼がねチームにポジティブな影響をもたらす選手だと思うってはっきり言いましたからね、うん、なるほど。で、はい、そのサイドバックで非常に賢いですしテクニックもあるっていうふうに、はい、まあ、100% のコンディションではないけれども、はい、すでに戦力として数えられる選手であり、うん、非常にオプションを増やしてくれる存在だっていうふうに、なるほど、ね、もう絶賛してましたけど、うん、そのね絶賛した理由がね、はい、公開となった、はい、報道陣に公開となった練習の居残り練習で、はい、裏ロポでね書いてましたもんね、はい、うん、本当に素晴らしい。どの辺がこう西選手の凄さなんですかね。もうね、止めて蹴るっていうのはサッカーの基本中の基本じゃないですか、はい、どんな選手でもできるじゃないですか、うん、だけどそのスキルが群を抜いてるっていうか、はい、足首の柔らかさ、体幹の部分、はい、体の重心がぶれないとか、うん、そういったところで、はい、もうトラブル一つ違うんですよ。なんか若手の選手と混じってやってもちょっとレベルが違かったっていうことですよね。もう
もうその基礎技術のスキルといったら、はい、職人技っていうか、はい、これが本当のプロだよねっていうふうにもう足元に、はい、例えばボールが入りすぎちゃうとか、うん、こうトラップがちょっと勢いよく流れてしまうとかっていうのが全くないんですよ、はいはい、もう本当にピタッと、はい、で次にどういうプレーがあるから、はい、ここにトラップでボールを置くんだよっていうような止め方ですよ、うん、ですからね、西選手に例えば3センチ前に止めてとか、はい、うん、3センチ右にずらして止めてみてとか、うん、って言ったらもうピタッピタッピタッってできるね、うん、でその体の向きだとか体の重心がぶれなくってピタッとトラップが正確だから、はい、次の動作に行く、うん、ボールを蹴るっていう動作がスムーズに、そしてしっかりと力が加わっていくっていう、うん、ですから、はい、正確なボールでスピードが速くて、うん、でまた次のプレーにつながってステップが踏めるっていう、はい、足が一歩速く出るって、うん、これだな、うまさって、うん、ってもう見てて鳥肌が立ちましたよそんななんですね、うん、うん、でも鹿島時代にやらしかったじゃないですか、西選手、相手だと嫌な選手でしたからね、ね、うん、ああそういうやらしい動きとかやらしいクロス入れられたりとかっていう、うん、本当のその部分の元のところの力ってこういうところで、うん、基本技術が高いってことなんですね、うん、もうだからテクニックがあるってリカルド監督が言ったのが、そういうとこだと思うんですよ。だってトラップでボールが流れちゃったら相手にすぐ奪われてしまったりとか、うん、ね、うん、足元にボールが入り込んだらえっっていう感じで、うん、こうプレーが遅れるじゃないですか、うん、ね、焦ったりね、焦ってしまってプレスがかかってしまってって、うん、いやもうそこの基本技術の高さっていうのが、うん、確かにね、小泉選手とかうまいですよ、はい、うん、ちょっとずれても両足が蹴れるから、うん、そこでもうこうカバーはできるっていうのはありますけれども、うん、でも違う、うん、確かにね、今まで見てきた選手の中で、はい、小野選手も、うん、小野伸二選手もすっごいうまい、うん、うまいけれども、うん、その基本に忠実、はい、プラスなんかこう、うん、ちょっとこう遊び心を入れたトラップをしたりとか、うん、こうちょっとまた違ったうまさなんですよね、うん、西選手と。小野選手の派手なね、うまさっていうのも感じますけど、西選手は正直その派手なプレイヤーっていうイメージはないんですけど、やっぱその地味とは言わないですけど、本当その基本的なところがレベル高いってことなんでしょうね。もう、ああですからもう、うん、正確で素早く、うん、そして判断よくいけるわけですよ。なるほど。いやもう身近で本当にちっちゃいエリアの中で、はい、でボールパス&コントロールみたいな感じでこう、うん、で向き合った選手とパスを交換しながらターンしてとか、うん、はい、あとマーカーを置いて、うん、マーカーを置きながら青赤とかって言われると、うん、そこにこうステップ変えて、うん、パスを出してとか、うん、でそういった中でも掛け算をしながら割り算をしながらって違う頭脳を使いながらって、はいはいはい、計算してるとちょっと足がおろそかになったりするじゃないですか、はいはいはい、足が足のところに集中すると今度頭が判断ができなくなっちゃったりとかって違う風になっちゃう選手、はいはい、いやこれねサッカーやった人分かると思うんですけど、うん、非常に難しいんですよ、うん、難しい、プロでも難しいんですよでもすんなりこなせる技術、うん、すっごかったですよ。これ武田選手も一緒にやってたってことですけど、また武田選手よりも全然うまい、全然違う。ああそうですね、もうね、もう比べられないじゃあ若手の選手もあれですよね、参考になるというか勉強になるでしょうね、うん、すっごい一緒にやってて、うん、どうしたらこういう体のブレがないんだろうとか、うんうん、どういった向きでとか、どういったこうタイミングで、うん、もう足首の柔らかさとかそういうのって、はい、中井選手とかもすっごい柔らかかったじゃないですか、うんうん、
トラップするのにその足首でクッとこう、はい、で、あのうまくコントロールするっていうのもあるんですけど、うん、クッとコントロールしたグッとこう、はい、蹴り出す時にはもう、うん、あのインサイドキックで蹴り出すと、うん、そこがこう皆さんにイメージしてもらいたいのはゴルフのパターですよ、はいはい、ゴルフのパターのようにグッとなるわけですよ、はい、ですから体のブレがなかったら、うん、しっかりとボールの芯を捉えることができるっていうね、はい、うん、そこがまあどうしてっていうふうに思わず、はい、あのズームのディスキー選手との、はい、あの取材の時にお伺いさせていた、はい、いただいたら、はい、ご自身のことをちょっとだけ天才っていうふうにやっぱそこはご本人もなんて言うんでしょうね、言葉にできない感覚的なところもあるのかもしれないですよね。いやで、あとは他の選手よりも年齢が上だからっていう、まあ、経験的なところしたけど、うん、積み重ねか、それだ、うん、それだけやってきたっていうことなんでしょうね、うん、なんでしょうね、うん、でじゃあね、ちょっとトラップが流れてしまってた秋元選手にアドバイスするとしたら、うん、どういうふうにしますかって、はい、あえて聞いたんですよ、はいはい、そしたら、いや、あの同じことは求めないみたいな感じですね。あもう秋元選手には秋元選手の良さがあるんだからっていうところなんでしょうけど、うん、でもやっぱ基本の技術が高ければ、うん、本当にそれは私は西選手はね、そんなピッチで試合で活かされるかって言ったらそういう部分じゃないよっていうふうにはおっしゃってましたけど、いやいや違いますよ西選手って反論したくなってしまいましたね。そうですよね、さっきの話じゃないですけど、うん、本当プレーのねあれが変わりますよ、ね、いや、そういった西選手が帰ってきたっていうのは大きいですし、うん、そのメンタル的な部分でも百戦錬磨だから、うん、こう川崎戦でバタバタバタって失点したじゃないですか、うん、はいはいはい、そういったところでも、うん、もう自分が怪我したから悪いっていうような、うん、感じのことをおっしゃってましたけど、うん、そういうメンタル的にこう、うん、支えになるような選手がピッチのね至るところにそうですねいたら、うん、たった一人じゃちょっと無理な部分があるんですけれども、はいはい、これがね例えば阿部選手だとか牧野選手とか興梠選手とか、うん、まあ、西川選手も後ろからって言って、はい、もうチーム全体でね、うん、そういうふうな立て直しをできるように、うんうん、しなきゃいけないし、それをすごく西選手が感じてくれてたっていうのが嬉しかったですね。まあ、そんな中で西選手にとっても古巣の鹿島戦が今週末にようやくあると。で、鹿島も1勝1分け3敗の15位ってことなので、まあ、まだ調子があんまり上がってないのかなという感じではありますけども、内容が悪い感じでもないんですよね、正直ね、うん、点が入ってないような感じなのかな、鹿島はな。鹿島って、はい、確かに今低迷してるかもしれないけれども、はい、スロースターターなんですよね。去年もねだいぶスロースターターだったのにね、蓋を開けたらみたいな感じですもんね。だってオリベラ監督が指揮してた時だって開幕5連敗してからの巻き返しってだから焦らないんですよね、うん、ブレないというか、もう自分たちでやってることはもう正しいんだよって、うん、これをやり続けてれば絶対結果はついてくるっていうような、うんうん、もう鹿島の信念みたいな、はい、勝者のメンタリティみたいな部分が持ってるチームなんで。そうですね、ただ浦和に対してはやっぱり、はい、うん、叩けるチームは叩いとかないとっていうところはあると思うんですよ、うん、浦和はまだ出来上がってないし、うん、完成度からしたら自分たちが上なんだから、うん、取りこぼしはしたくないっていうような勢いで来ると思うんですよ、うん、そうですね。でもそういった中でもね、怪我人が、ね、はい、出ているし、はい、ディフェンスの要である犬飼選手が出場停止っていう、はい、うん、まあ、裏側からしてみれば、はい、手負いの鹿っていうふうに鹿島は鹿島だけれども、はい、手負いの鹿には負けたくないなっていう。鹿島にはやっぱね、どんな形でも負けたくないってなりますよね。ありますよ。あ、絶対ありますよ。ね、本当に、
かもうあの今日リカルド監督も警戒してたのは、はい、その上田選手がいい状態で戻ってきているっていうとこと、うんはい、それからクロスですよね。クロスね、早めにね、うん、クロスを前線に入れてくるじゃないですか、はい、前がやっぱ強烈ですもんね、ベラウド選手と上田選手、ね、なんで結構シンプルに投げてくる感じですもんね。その公開となった練習でゴールキーパーもすごい念入りにやってたんですけど、はいはいはい、アーリークロスに対する、うんあのはい、処理の仕方とか、うん、飛び出しの仕方とかっていうのは、うん、すっごい念入りにやってましたね。なるほどね、うんまあ、そういうところも見込んでなんだろうなっていうふうには思いました、はいはいうん、ただいくら鹿島がすごい攻撃の部分での決定力があるって言っても、はい浦和的には、うん、じゃあしっかりブロックをつ引いて、うん、守っていきましょうっていうスタイルはしないと思うんですよ、うん、やっぱ主導権を握りながらっていうのは、ねうん、あるでしょうね。でバイタルエリアに入ってから、うん、どういうふうに崩していくかっていうのを、はい、ほら組み合わせによをね、はい、やってきたっていうところを、うん、しっかりと、うんピッチの中で見せたいっていうふうに思うんで、なんかこの中断期間でリカルド監督もだいぶいろいろトレーニングしてね、チャンスをより多く作った形が見せれるんじゃないかっていうコメントもねされてたようですけど、してましたし、柏戦の前には、はい、ルヴァンカップの前には、はい、こう守備の部分に力を入れてた1週間で、はいはいうん、でリーグ戦での再開っていうところのこの1週間では攻撃の部分に力を入れたのかなっていうふうに、うんねうん、話を聞いてて感じましたね、はい、流れの中からの得点がねないですからね。ないですよ、これがちょっと見たいですよね、うん、どういうふうに興梠選手と杉本選手のツートップになるのか、うん、になるのか、うんここの部分のコンビネーションを高めていくのか、うん、ただあの柏戦でもちょっと問題になったのは、はい、中盤ぽっかり、ねうん、空いてしまったところで、うん、後半小泉選手を入れてとかっていう形で修正をしたので、はいうん、どういうふうにそこを修正したのか、うん、もっと、うんこう変えていくのか、うん、ボランチの部分の組み合わせをどうするのかとかね、うん、多少リニューアルがある可能性もありますかね。あるかな、うん、右サイドバックに西選手を置いて、はいはいうん、興梠選手も戻ってくるでしょうしね。山中選手ちょっと左のね、はい、つけね、うん、ハムストリングを気にして、うん、ねちょっとこう別メニューの調整をしてたところもありましたけれども、はいうん、そこ山中選手で行くだろうかな、うんまあ、宇賀神選手を左に持ってきてもいいし、うんはいうん、いや問題は中盤ですよね、どういうふうに仕掛けていくかな、はい、ちょっとそれは楽しみでもありますね、楽しみですよ、うん、で思わずあの裏レポの方でもちょっとリカルド監督のコメント聞きながら、はい、でも 4-4-2 にして、うん、こうボランチ1枚下がって、うんまあ、裏がボールを保持した時にボランチ1枚下がって、はい、両サイドバックが高い位置取った時に、うんまあ、例えば右サイドでボールを持ったら山中選手が、はい、あのボランチの脇のところに、うんスペースを埋めるのか、うん、もしくは例えば小泉選手が、ね、左の2列目に入ったとしたら小泉選手がそこを降りてきて、うん、その小泉選手の空けたスペースのところに山中選手が入っていくとか、うんうん、もしくはこうボランチのところのに杉本選手が1枚こう下がっていくんだから、うん、興梠選手が下がった方が現実的かなとかね、もういろんなこと考えながらちょっとどうやって鹿島を崩していくだろう、うんそうですね、ただ焦っちゃダメなんですよね、はい、そのボールをポジションしながらも、うん、
こうなんだあそこ早くくさびのパス入れるよとかね、うん、逆サイドに大きく揺さぶりかけて飛ばしてみろとかね、はい、焦っちゃダメなんですよね、うん、焦らずに的確にっていうところを、うん、いかにやれるか、うんうん、だから横横パスが多いバックパスが多いっていう展開になるかもしれないけれども、うんうん、でもそこでどうやって攻撃のスイッチを入れるかっていう、うん、オフザボールの動き、あとその空いたスペースのポケットをどう誰が降りてきてとか、うん、誰が入り込んでとかっていう、うん、そのオフザボールの動きをちょっと見ながらスイッチを入れてっていう、うんうん、はあ、焦らず我慢強くそしてこうスピードアップするところはスピードアップして、そうですね、うん、いけたらいいなこの鹿島との後に今度、まあ、清水徳島と、まあ、3連戦という形に、ね、はい、なりますから、ちょっとこの対戦相手を見てもこの3戦はある程度勝ち点を取らないといけないなというところですもんね。そうですよ、だから正直言って鹿島戦に内容と結果でこう自信をつけて勝利して、うんうん、はい、で浮上をするきっかけを清水徳島、はい、ポンポーンとこう、ね、そこで、うん、取らぬタヌキの革ジャンよって言われるかもしれませんけれども、はい、あの9ポイント、はい、ここで9ポイント取れればだいぶね、あの状況は上の方に向かっていく流れになりそうな、いや、そういう流れを作らないとダメですよ。そうですね、うん、作りたい、そのためにもこの鹿島戦まず、はい、勝利を期待したいと思います。高根への質問などございましたら、ウラレポ記事内の投稿フォームかコメント欄にて受け付けております。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。高根、本日もありがとうございました。我慢強くしっかりと仕留めるところは仕留める。勝ちません。勝ちましょう。勝ちましょう。